セリエル音楽、またはセリー音楽とは戦後十2音技法から発展し全面的パラメーターにわたって繰り返しを否定し通常づけた音楽、音律主義とも呼ばれる。その糸口はメシアンのピアノ曲4つのリズムのエチュードの第2曲音歌と強度のモードである。この技法がダルムシュタットでブーレイズとシュトックハウゼンラに引き継がれ、特に後者は 第五のパラメーターとして空間を創始した。イタリアの脳ノ,ノはそういったウェーベルニやメシアンを経由せず独自の全面セリエル技法を直接シェーンベルクから受け継ぎ編み出して政治的事象と音楽を強く結びつけメシアンの後方とダルムシュタットの後方に鋭く対立した。その後現れた一番典型的な批判として複雑すぎて皆同じように聞こえてしまうというものがある。 だが、これは、当時のセリーシステムそのものの限界から来ており、セリエル音楽そのものに未来がないわけではなかった、とする見解もある。これらの再分析は1990年代に1950年代の、音楽をリチャード・トゥープなどが分析した結果明らかになったことで、ある。意外にも当時のセリエル音楽の作曲者は、耳で決めており、一度決めたシステムに最後まで、盲盾したり、 音域をあまり考慮していなかったりといった初歩的なミスも多かった。分析、演奏、または干渉が非常に難解だという批判で、ある意味でこの技法は行き詰まってしまい、皮肉にも同じく、シェーンベルクの弟子であるアメリカのジョン・ケージがこれらの思想をすべて壊してしまうまで時間はかからなかった。その後、カール・ハインツ・シュトックハウゼンやディーター・シュネーベルのように、ケージ音楽を設中。 変形してセリエルな作曲法に導入したり、その思想の外観だけを残したポストセリエル音楽の時代に入っていった。ありがとうございます。